はい、では今日から、リアルオーダーヘアオンラインサロンの、動画を、配信していきたいと思います。今日は、まず一番最初の基本のところからお話ししていきたいと思います。カメラの使い方の基本の部分を最初何回かに分けて話していきたいと思うんですけれども、カメラの基本的な、仕組みの部分ですね、そこを、理解してもらえると、これから先カメラを撮っていくにあたって、自分の思い通りの写真が、簡単に撮れるようになっていきますので勉強してみてください。カメラは何を撮る機械なのかっていうことを少しお話ししたいと思うんですが、一番大事な役割としてちょうどいい明るさ、自分の思った通りの明るさで撮れるようになることっていうのがあります。そのために明るさを調整するポイントが何箇所かあるんですけれども、そこのポイントを解説していきます。明るさを変えるポイントっていうのがメーカーも関係なしに全部のカメラで実は3箇所しかありません。その3箇所のポイントをしっかり覚えればいつでも迷わずに明るさを決めることができるようになりますので、そこを解説していきたいと思います。まずですね、カメラを横から見たですね、こういうふうに、カメラっていうのは本体にレンズがついています。これは光が取り込まれる本体の箱の中に光を誘導するレンズをつけたもの、このセットでカメラ、光がカメラの中に取り込まれるときにレンズのガラスを通って取られていくんですけども、まずレンズの中に一つ大事な部分で、ここに絞りっていうのが入ってます。絞りですね。ちょっと見てみますね。このレンズの中に窓が開いたり閉じたりします。そうですね、こういうふうにレンズの中に入っているこの窓が開いている時っていうのは、たくさんの光をいっぺんにカメラの中に取り込むことができます。逆にこのレンズがこういうふうに狭い時はレンズを通り抜ける光の量が少なくなるので写真が暗くなります。こういうふうに明るくしたい時はレンズの窓を開く、そして暗くしたい時はレンズの窓を閉める。これを操作することでまず一つ明るさを調整することができます。本体の中にシャッターがあります。でシャッターはカメラの本体の中にあります。一回シャッター切ってみます、はい、こういうふうに中でパシャって幕が閉じたと思うんですけど、こういうふうにもう一回切りますよ。パシャッパシャッて、これがシャッターですね。シャッタースピードが遅すぎるとブレてしまうとか、シャッタースピードが速いから物が止まって見えるみたいな、そこを調整することができるのがシャッターです。では3つ目のポイントですね。シャッターを通り抜けてカメラの一番最後に到達する部分、ここに CCD のセンサーが入っています。明るさを調整するポイントなのに CCD のセンサーが出てくるっていうのは、ここの部分は自分の好みでどれぐらい敏感に光に反応するのかっていうのを調整することがこの CCD のセンサーはできます。そこの部分のことをイソ感度って言われてますね。このセンサーの敏感さ、イソ感度を調節することによって明るさが変えられます。まずは3つですね。入ってきた光をレンズの中で通す、そのレンズの中の窓の大きさを調節する、それがまず絞りです。で、どれぐらい長い時間カメラの中に光を取り込むのか、その時間を調節するのがシャッターです。そして最後に入ってきた光にどれぐらい敏感に写真を記録するのか、 CCD のセンサーの感度のことをイソ感度と言います。この3つを調節することで写真が撮れるんですが、逆にこの3つのポイントだけ覚えておけばいつでも写真が撮れるようになりますので、しっかり覚えておいてください。次回の動画では絞り、シャッター、イソ感度、この3つについてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。ではまた次回の動画で。